はい、こんにちは。ハワイ島アカカの滝、有名な滝ですけど、ヒロに割と近いところにあります。135メートルの落差がある滝なんですけど、見事です。僕も久しぶりに来ましたけど、なかなかの景観ですね。マイナスイオンたっぷりなんて感じでしょうか。これはやっぱり見たらいいですね。天気は良くないですが、滝なのであまり天気も気にならない。逆にこのぐらいの方が雰囲気があっていいかもしれません。赤川の滝、今ちょっとお金が取られるみたいですけどね、これは来る価値があると思います。それでは